皆さんこんにちは。非常口や教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、いつでも予約が途切れない教室を作るための大切なポイントについてお話をしてみたいと思います。予約が途切れない、行列のできる人気教室とか、そういったお話っていうのは誰もが教室の先生だったら憧れる状態だと思うんですけれども、これはですね、ある一つの仕組みに沿った形でそれを実現するっていうのが一番大事だなっていうふうに思っていて、その仕組みを作らない限りは、ずっとその日暮らしというか、毎回毎回集客を頑張って、そして生徒さんに来てもらうっていう、これを続けないとできなくなってしまうんですよね。じゃあその仕組みはどうやって作るのかっていうことと、あとその仕組みの本質は一体何なのかということをですね、皆さんにお伝えしていきたいというふうに思っております。はい、ではですね、本題に入りたいと思います。まずですね、予約が途切れない状況をどう作るのか、これは自動集客っていうことと非常によく似ているんですけれども、そもそもですね、根本的にどういう状態が起これば予約が途切れない状態を作れるかっていうことなんですけど、まずですね、お客様が入会したい、ないしはレッスンを受けたい、入りたいと思うタイミングはこちらが基本は決めることができないということを知るっていうことですね。ちょっと分かりにくいんでもう一回言いますね。お客様がサービスを欲しい、要はレッスンを受けたい、教室に行きたいというタイミングはこちらが決めることができないということです。これを理解していないとですね、要はその都度、イベント集客とかは割とそれになるんですけれども、来てください、こういうイベントを立てました、どうぞ楽しいですよっていうふうに毎回毎回マイレッスンごとにお伝えしていくことになりますよね。これはやったことがある方っていうのはしんどいっていうのはよく分かってると思います。だいたい月に2、30人をコンスタントに呼ぶ、自分がちゃんと集客をして呼ぶっていうのは毎回ですよ、毎回それは結構ねしんどいんですよ。で、私は幸いにもですね、教室業を立ち上げる時に会社員だった頃に教室パンの先生ですけど、主にパンニーダーというニーダーのご案内をしている営業だったので、そちらの方をあちこち回っている時に皆さんが集客に困ってるっていう形をお話を伺っていたんですね。ですから、その困ってるのはなぜ困るのかっていうのは私なりに当然分析はしますね。その頃はコンサルタントではなかったんですが、一番の要因は毎月集客をしているなっていうのを感じたんです。毎月集客するっていうことは、毎月その日付を出して、でその日付に合う人を呼ぶっていうことになるので、しかも割と遅い先生なんかは前月ですよね、それ出すのが。本来理想は2ヶ月前から3ヶ月前であれば、来たい方は予定を空けてくださったりとかもするんですけれども、今の方って結構忙しい、私も含めて忙しいんですけど忙しいっていうか、要は自分にとって優先順位が高いものは日付を空けるということになるので、空けたくても物理的に無理な時期にまず告知をしてしまうと、当然そこは来れないということになりますね。で、そういったこう毎月毎月集客をするタイプの仕組みを作ってる先生がとても多かったので、私は自分の教室を立ち上げるときに真っ先に作った仕組みは、コースレッスンです。6回で1パックっていうレッスンですね。私のクラスは全クラスコースレッスンで組みました。っていうのが、それをやれば1回の集客で6回
の予約をいただくわけなので、普通の先生に比べて6分の1の手間でいけてるわけですよね。これを何クラスも立ち上げると当然その集客のパフォーマンスは上がっていきますので、その分集客活動っていう告知っていうことじゃないことに時間を割ける。例えばお客様生徒さんにとってとても有益なパンの作り方の情報であったりとか、そういったブログを書くっていう時間を割くことができたり、よりいいレシピを作るための時間を割くことができたので、私は極力、集客をする時間を減らしたかったというのがあったので、まず着手したのはコース制です。これだけで相当手間は省けました。ただコース制をすると、そのコースをやるにおいてですね、ハードル上がりますよね。金額高いし日付縛られますので、ということは、魅力的な内容であるものを作らなくてはいけないということになります。でコースなので、その時に入れなかった方は、私は2ヶ月に一遍コースを立てるような仕組みを作っていたんですけども、すぐに入りたい時にすぐに入れるっていう仕組みではないので、もともと潜在的に行きたいなっていう方を増やしておく必要があります。要は次の募集の時にその人は行きたいと思って待ってくれてるっていう、この待ちの人数をどれぐらい作るかっていうのが結構ポイントだったので、次の募集の時にその情報をいち早く知りたい方っていうことで登録してもらってたのがメルマガになります。メールマガジン、今はステップメールという仕組みを使って、シナリオというその一個一個ブログをですね、すごく作って、最初37通18通30通、でその後は、340通で、その上にまた重ねてっていう形になるので、今都合600通にも載せてか700通かの、文章を書いたものがセットアップされている。これが 順次お客様に届くような形を作っているんですけど、当時は月に1回リブラ通信という名前でですね、その月あったトピックスとか新コースができた時にご案内するっていう、メルマガジンですね。すでに受けたことがある生徒さんとかブログの読者から、そこに入ってくださっている方いろいろいましたけれども、そちらを作ってやってました。そうするとですね、コース募集しなくちゃいけないのが、例えば、2ヶ月に一遍作るにしても6回の予約が入るコース、3人定員なので2クラスか3クラス立てるか立てないかだったんです。2ヶ月に一遍私の場合には。そうすると3人が満席だった時には2クラスだと6名ですよね。3クラスだと9名、これを2ヶ月のうちに埋めればいいという形になります。とはいえ、6回をまとめて払うとなると5、6万する内容なので、簡単にポイってすぐに申し込むっていう方たちではないことも多いと思いますので、その待っててもらうっていう仕組みをやっぱり作らなくてはいけなかったんですね。ということは、その滞留する場を作らなくてはいけなかったので、それがメールマガジンの登録をしておいてくださいっていうことで、必要な情報を必要な時にこちらは流すだけになります。でそれを欲しいと思う人が、今行きたい、今それに参加したいって言ったら初めて申し込みが入るっていう状態なので、やりますよやりますよ、来てください、楽しいですよっていうふうに煽るということはしては いなかったです。コースの特徴とかこういう人にとって有利だよ便利だよっていうことはお伝えしてましたけれども、ことさらにその今期のこれはなんとかで、イベントレッスンはちょっと特殊なんでそれはご紹介したりとかやってましたけれども、基本的にはその都度その都度こう煽るような宣伝文句で、申し込みをさせるということはしていなかったです。仕組みとしては、自分はその月に1回のところで、今回こういう新コースが立ち上がりました、こういう方におすすめの内容です、ご興味ある方はいらしてくださいという、そういうのを流す。ということは、これお客様が興味がなければスルーされるので集客できないということになります。でも私は定期的にそれを埋めていることができていました。それはなぜかというと、そのたまたまにしか会わない日程
でも人が来るということは、そのキャパシティが多いっていうことになりますよね。それをお知らせする人数が多いんですよ。当時は1000人ぐらいだったんですけど、今3800人、4000人弱ぐらい登録があるんですけれども、今の私の方の講座の場合には。そうすると、その方たちの3人か6人かっていうのを、そのピンポイント日付に集めるっていう、そういう作業になりますので、母体が多ければ多いほど、来たいと言ってくださるようなタイプの人にきちんと、登録をしてもらっていれば、そもそも来たいないしはレッスン受けてみたいなという団体になっているので、日付の合う確率はだいぶ上がってきますよね、一般的に SNS で発信するよりも。なので、そのメルマガの読者とか、その滞留しててくださる、私の情報を心待ちに待ってくださる人の人数をどれだけ増やすのかっていうのが、いつでも予約が途切れない教室を作る一番のポイントになります。これは要はお客様は自分の入りたいタイミングで入るっていうことを知ってるか知ってないかなんですよね。自分の入りたいタイミングでっていうことは、入りたいタイミングじゃなくても忘れられないように接触をし続けなくてはいけないということになります。それが一番メルマガとかがいい感じになるんですね。で、余談ですけど、美容室とかですね、接待接骨院、ものすごい近所にいっぱいあります。で、ここが、同じお客様が何度も来るっていう状態を作っていくためにはですね、リピートをしなくては当然いけないわけですよね。そのリピートっていうのは、どういう状態でリピートされるのかっていうと、基本忘れられないっていうことです。特に美容院なんかはその系ですね。要はその時期が来たら行かなくちゃっていうことで行ってもらうか、そういう仕組みができているか。忘れられないっていうことは、やっぱり受講のご挨拶とか売り込みのはがきではなく、例えば誕生日の受講のご挨拶であったりとか、あとはそのこういった私の、例えば美容院とかだと髪の体質を知っていて、それに合うような新しいトリートメントのコースができました。よかったらまたいらっしゃる時にご用命くださいみたいなことは書いてあったりとか、要は私のことを知っている状態でハガキが来るっていう状態ですね。そうすると、例えばそのよくね、浮気とかっていう言葉で言うんですけれども、他のところに行ってそれを1から0から説明するよりは、膨大なカルテがそこにあって、それに沿った形で、私の髪の毛をちゃんとメンテナンスケアしてくださるという美容院の方がやっぱり楽ですよね。だから行くっていうことで、忘れないから行くんです。だけど忘れられないように構ってるみたいな状態が、おはがきとかなんなりで届かないと、ちょっと違うところにね、たまには行っちゃおうかなみたいな方もいらっしゃる。特に女性の場合にはその傾向が強いようです。私は私の美容院にもう10年以上通ってますけれども、近いところが一番ベストですね。急に時間が取れた時によしと言うばかりに行ったりとかすることとかありますからね。ですから、忘れられない状態を作るのに一番最適なのはメルマガっていうことになります。もちろん他のソーシャルメディアとかも私は非常によく使っています。忘れられないっていうことで言うと、ザイオンス効果っていう、接触頻度を上げるっていうことで、接触頻度っていうのは触るわけじゃないですよ。顔ですね。顔を出して、今こんなことしてます、こんな活動してますっていうのを常に出し続けると、親近感が勝手に湧いてくるっていう、そういう法則なんですけど、でそれによって実際にセミナーで会った時とかも、あ、いつもと一緒だとか、動画もたくさん撮ってますので、いつもの動画と一緒だっていうことで安心をしてもらえるっていう、そういう効果があります。ですから、予約が途切れない教室を作りたかったらですね、まず仕組み化をしなくてはいけなくて、その仕組みの根底にあるのは、お客様は自分の来たいタイミングでしか申し込まないということを知ってるか。だから、いつでも、受け入れられる状態にできるような発信をし続けなくてはいけないということですね。これが途切れない教室を作るための大きなポイントです。で、これが臨界点を超えてですね、習いたい人と
募集したい人数の臨界点、要は需要と供給のバランスが崩れれば勝手に待っててくれるので、こちらはこの日程立てましたっていうとすぐ埋まるっていう状態まで作ることができるので、そのバランスを崩していくっていうのはどれだけ強力な不安を作るかっていう、まあ、そこにかかってきますので、これはだいたい構築10年ぐらいかかります。1000人とか待機待ちの人作るみたいなね感じ、カリスマの先生って大概そんなことになっていたりします。ですから私自身はその人数ですね、会員の人数は6年やっていて、そうですね、まあ、実際4年がメインでしたけど350人くらいでしたけれども、要は回数が1人入る、予約入ると6回とかだし、それが半年ですよ、1年通うと12回になりますよね。でさらに2年とか通うと24回っていう、1人の人が何回も何回も通う形になるので、だから登録人数は少ないです。だから延べ人数で5000人以上を教えたっていう形になってるのは、そういう形でございます。月にだいたい26日稼働とかが平均でしたのでね、はい。ですから結論を言うと、お客様がサービスを受けたいときはお客様が決める、こちらはいつでも受け入れられるように、かつ忘れられないように接触を続けること、これが予約が途切れない教室を作る大きなポイントになりますので、ご参考にしてみてください。それでは。